物語、は結局、ってなったら良いよね。可能性はある。実際はそんな幻想でしか、ない。それにより現実への否定的感覚を払拭し得るわけだ。希望はあるなんとかなる。ならないだろ。中華思想の皇帝は待望されてるのに、実在は不可能だ。そこに人、この非常に重い否定感に対し立ち向かう時、それは挑む人々の倫理観その他、そういうのは総動員されることにはなり、そこには、好ましいもの、それが多々現れても。それは無理だ。人間は神にはなれない。そこは変わらないから。トローに終わる。なんというか、全体的に、頭が悪い、そういう感想は、ある。シニア世代、戦中戦後、その昭和天皇という嵐と神がいた環境での、固定された病理。というか、嵐と神は無理だ。が神のごとくな人形を置くことはできる。それは偽物だ。